皆さんこんにちは、さきです。本日の動画はバレエメイクです。今巷で流行っているバレエメイクをしてみました。今ですね、ピンクなんだけど青み寄りだったりとか、ちょっとクールトーン寄りのピンクを使ったバレエメイクっていうのがトレンドのメイクでございまして、ちょうどですね BBIA で私がリボンエディションで可愛いなと思った超お気に入りコスメを見つけたので、こちらで今日はメイクしていきます、行こうかなと思います。めっちゃなんか協賛もらってますみたいな感じの案件っぽい感じの始まり方になってしまって、あ、やばい、前髪が、言うこと聞かないのよこれ、こうか、案件みたいな始まり方してるんですけれども、普通にガッツリと自分でごめんなさい9点で買っております。本当にこのリボンエディションが可愛いのと、リボンとかバレエっていうメイクが本当に今トレンドなので真似してみてほしいなと思いまして、本日は動画を撮らせていただいております。最近私の多分リアルにハマってるメイクっていう感じなので、トレンドとは別になんか私の今の流行りの気分、マイブームみたいな感じの動画で見ていただけたらなと思います。それでは動画スタート。メイクをしていきたいと思います。今お風呂、寝起きすぐでお風呂入ってすぐなんですけど、ちょっと顔がねまだねほてっていて赤みが出ている状態なんですけども、これをうまく活用してメイクをしていきたいと思います。まずベース塗るのがこちらのセルブの、下地ですね。こちらピンクのカラーになっております。まず目元のところね、これ青みのクマとかを割と隠してくれるような効果があるので、これでクマをちょっと和らげます。バレーメイクはムラのない透き通って白肌って感じのイメージなので、今すごい顔全体にムラが出ているのでムラをなくしていきたいと思います。結構ね少量で大丈夫なんだけど、私左の方がクマがこっちすごくて、こっちの方をちょっとしっかり目立ってきます。バレエメイクってちょっとバブみがあるというか、童顔っぽいバレエメイクみたいな、大人っぽい感じだとエレガントになっちゃうから、ちょっと可愛らしさ残しつつみたいな方が多いなと思ったので、ちょっとここで新しい私のピンクの下地の使い方を紹介していきたいと思います。頬部分がね年々ねちょっとねこうげっそりしてくるというか、ここのギャップが生まれてくると思うんだけど、この部分とかこのチーク下部分にちょっと赤みをね仕込んでおくと、赤ちゃんってさここじゃなくてここのほっぺがすごい赤くてプニッとしてるんだけど、まあそんな感じのイメージでここら辺にちょっと仕込んでおります。続いて使うのがこちらです。こちらのブルーの下地の方ですね。パープルでも良かったかなって思ったんだけど、白透け感みたいなのを出したいから今日はブルーを使っていく。今ね赤みが出てるので、まあグリーンとかでもいいんだけど、グリーン頬に全体塗っちゃうと結構あれなので、一回ブルーで今日は抑えていきます。今の時期冬でさすごい乾燥するからさ、あんまりファンデーションをがっつりと塗っちゃうとさ乾燥したりとかさ、乾燥によるヨレとかが気になるわけだから、割と下地である程度カバーして、しかもこの下地がねすごいね保湿力が高いので、この下地をメインで使いつつファンデーションを微量に抑え肌をを整えていくっていう感じの手法を最近取らせてもらってます。そしたら使うのはクッションファンデ、こちらのセルブのクッションファンデです。最近はリキッドファンデも使うんだけど、もうもっぱらほとんどこれ、もうね一番乾燥しなくてこの時期には本当にぴったり、夏も良かったんだけど、なんか冬の方が私お気に入りかもしれない。本当にそんなにがっつりはつけません。もうすでにねこれちょっともうなくなりかけてるんだけど、そのなくなりかけで全体をちょっと整えていくっていうイメージ。ちなみに私は今19番のカラーを使っております。肉眼で見たらそんなにわかんないんだけど、ベージュにちょっとややピンクトーンが入ってるようなカラーなので、青みくすみピンクみたいなカラーを使っていくので、肌を全体的にピンクとか白系に持っていってます。バレーメイクはね多分肌が明るい方が可愛い、なのでちょっと首の色とか無視して、首の色は後で整えればいいので、顔は白目に作った方が映える気がしております。あくまでも斉藤咲の個人の見解。続きましてパウダーはこちらセルブです。一番多分ベーシックなのはクリアなんだけど、今日はこっちのブルーを使っていきます。ちょっと下地に合わせてブルーを使って透明度さらにマシマシにしていきます。鼻の小鼻周りと目元、眉毛とおでこ、 T ゾーンのテカリですね、顎下とほうれい線、あとはもうフェイスライン、ここの部分は塗りません。こんな感じでベースメイクが終わりました。眉毛使っていくのがエスポアです。ちょっと長く引きすぎちゃうと大人っぽい印象になるので、私あんまり長めには引かないようにしてます。自分の眉毛よりあんまり超えないぐらい。んでぼかします。
シェーディングしていきます。鼻の使うのはデイジーク。すごくない？そこ見え。今やってる部分はなんかほとんど別にいつもとそんなにさほど変わらないかなって感じ。ここ中心というよりかはこのここですね。あんまり目を近く見せたくないのでちょっと動かすぐらい。で今使ってんのこれロージーローザっていう多分ドラッグストアで使うあの買えるアイシャドウ用のブラシなんだけど、ちょっと平ためのこういうやつで先っぽこういうのがついてるんだけど、こうやって平めに置いて垂直に置いてこうやってやると太めのシェーディングができるので、私眉間を細くしちゃうと鼻が長く見えちゃうから嫌で、私もともと鼻がちっちゃくって細くシェーディング入れてしまうとすごくまっすぐな間延びした鼻に見えてしまうので、ちょっと眉間を太くしてちょっとバブみを持たせております。ご自身のお鼻とご自身の理想の顔によって変わると思うので参考までにみたいな感じです。次使うのが M 耳のデュアルフェイスカラーの02番ですね。これほぼもうない、新しいの買いに行かなきゃ今日。鼻ピ？この下ですね、鼻を上げていきます。主にここって感じ、鼻の下って感じ。こちらもご自身の鼻と好みの鼻で変わってくると思うのでお好きにどうぞ。鼻はちょっと後で微調整入るので一旦こんなもんで、シェーディングこのまままたこちらに戻りまして、このロージーローザのこっちじゃなくてこっちの細い方の筆に行きまして、ここと、ここオーバーリップじゃないメイクも見てみたいって言われるんだけどさ、私自身もオーバーリップが好きだしさ、なんか今の主流のメイクがさオーバーリップじゃなくても縁を取るようなメイクが割とほとんどじゃん。ちょっとむずいんだよね、好きじゃないことってできないのやっぱ分かんないから。オーバーリップが好き、なんかオーバーリップ好きな人を見てほしい。はい、こんな感じ。でもこれもちょっと後で修正が入るので第一段階これっていう感じです。眉マスカラこちらです。ロム&眉マスカラすぐ下についちゃう人、地肌についちゃう人マジ買った方がいいと思う。テクスチャーがちょっとパウダリーっぽいというか、つけた瞬間にあんまツヤツヤしないからマジで多分全然とか言ってついてんだけど、つきにくいめんどくさくてさ、でで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 でとかってやっちゃってさ下にベチャってついちゃう時あるじゃん。全然これ本当にそんなことがあんまりない。私はなんか自分の髪の毛よりもワントーンツートーン明るい方が抜け感出るので02番使ってます。01番かな、グレーブラック使う時もあるんだけど、それは超強めな印象的な顔にしたい時とか、目元のメイクが薄い時とかチークが薄い時、眉毛とリップだけを強調させて他を薄くする時とかは02、1番を使ったりするんだけど、カラーもののメイクする時とかオレンジ系のメイクする時とか優しく見せたい時とかは眉毛のカラーはちょっと明るめにしといた方が垢抜けるというかいい気がしている。で私の必殺技はこれの後に上からパウダーをこうやってぼかす、そうすると眉毛の茶色みがなくなってなおかつちょっとこう存在感が薄くなる。前髪があってさちょっと太くなっちゃったなとかさ、ここに重なって太く見える時あるじゃんとかはここ消した方が多分もっと抜け感が出るし、前髪なしで全開なのに眉毛ゴンってあるのちょっとキモいよねっていう人とかはこのテクニックするだけで全然多分変わるのでぜひやってみてください。そしたら本題のこちら BBIA のパレットを使ってバレーメイクをしていきたいと思います。ちょっとピンクなカラーとパープルが混ざってるのと、まあ、今韓国ですごくトレンドなちょっとスモーキー系っていうのかな、くすみカラーが全体的にパレットに施されている感じになっております。グレージュとかピンクベージュみたいな感じの全体的なカラー、まず私使っていくのこちらです。ベースにのせても結構スモーキーなカラーだからこういう感じで割と自然なので割と大げさにのせます。ちなみに今日使ってるカラコンはキャンディーマジック の、 あのミミブラウンのシリーズのグレー、ピンクとかスモーキー系にはグレーが合うかなと思ってグレーを使ってます。全体的にワンホンっぽく仕上げてまいりたいと思います。うちの会社に中国でずっと働いてた本当に 4,5 デキ女子が入社してきたんですけど、その子中国でもともといろんなインフルエンサーとかモデルさんとかとお仕事してる子なんだけど、その子に超中国受けするって言われたんでね、なんか中国のどこどこでどこか忘れたんだけどどっか受けする顔みたいな、さきさんの顔はマジで日本版ワンホンですみたいな言ってもらえて、超絶売れピーナッツみたいな感じだよね。はい、ね、中国行きましょう。そう、中国でもっと売れますみたいな言われて、中国で売れちゃおっかなみたいな中国で売れるらしい私の顔は知らんけど。次にキャンメイク東京アイバックコンシーラー03番使っていきます。これを
涙袋に仕込んできます。この間ね、中国のねインフルエンサーの、まあ、今のこのここのから下にまぶたにも載せてきます。インフルエンサーのさ997ちゃんってご存知の方いらっしゃると思うんだけど、997ちゃんがねオフィスに来てくれたんだよね。初めてお会いして、もう超可愛かったし超優しかったし超細くて超スタイル良くて本当にいい子だったんだけど、ずっとでも私中国語喋れないからずっとシエ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 ってずっと言ってたんだけど、997ちゃんが日本人でこんなに可愛い女の子初めて見たって言ってくれてたんだって。うれピーナッツと思って、生ワンホン見た。生ワンホンは本当にワンホンだった。中国行きたいの。結構最近グローバルなんだよねセレブがね。マジでうちの会社グローバルになってまして、韓国にわざわざ物撮りするためにどなたでも知ってるような有名なコスメブランドさん、もう一流中の一流の方にお願いすべく、なんかもともと本当はコスメの物撮り終わってたんだけど、なんかどうしてもやっぱうち妥協を1ミリも許さないタイプの会社なので、まあ、当たり前なんだけどね、当日になってこれじゃちょっと気に食わないってなっていきなり韓国のチケットを取ってぶっつけ本番で、たまたまその某有名なコスメブランドさんのカメラマンさんが空いてて、スケジュールがもうそこにスポットでいきなりちょっと明日の朝から韓国行ってきますっつって、セレブの物撮り部門の子たちが行って、撮影して弾丸でまた戻ってきてみたいなこととか、この間ね初めてズームでね中国のね方々とリモートで撮影をしてやらせていただいたりとか、すごい最近グローバルなのそれも何言ってるか分かんないからずっとシエ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 ってずっと言ってたんだけど、私そろそろあの中国語、韓国語はねある程度何言ってるか分かるんだけど中国語覚えていかないと。続きましてこちらのカラーを使っていきます。これをちょっと下まぶたに、これあくまでもピンクの上からのせないと結構くすみカラーなので、単色でのせてしまうと結構がっつり目元がくすんでしまうというか暗めな顔になってしまう。なんかスモーキーメイクとかするときはいいと思うんだけど、ちょっと可愛らしさを残したい場合はピンクの上から重ねるとより綺麗な色になるかなと思います。今上まぶたにもそのまま塗っちゃっている。いい感じになんかちょっとくすみっぽさ出てきたでしょ。一旦ちょっとアイシャドウ終了、アイライン引いていきます。引いていくのはキャンメイク東京のクリーミータッチライナー03番使っていきます。本当はブラウンなんだけど今品切れで私のメイクルームの在庫が黒しか残ってなかったからとりあえず黒使ってる。本当はブラウンがいい。やや跳ね上げ、目尻太め、こんな感じでしたのか。ちょっとツンとした印象。そしたらこれのこの一番濃いカラー、このカラーをのせてきます。目頭のこのアイライナー浮かすイメージでのせてきます。来年は私も中国で撮影したいなって思ってて、997ちゃんがスタジオもやってるんですけど、スタジオうちのスタジオおいでって言ってくれたから、やっぱ国によってさいろんな仕事の技術っていうのとかスタンスが全然違うからさ、すごい本当楽しいんだよね。いろいろ学べるというか、同じ環境にずっと身を置いて同じ人たちとずっと同じように仕事してるとやっぱ自分のスキルっていうのは磨かれませんから、いろんな人と出会いいろんな人と仕事をするっていうのが自分の成長につながりますよね。ちなみにそのまま涙袋描きます。こんな感じ。ちょっと目大きくなってきたでしょ。次に使うのがこちらです。エテュセのペンシルアイライナーで、これは02番のボルドーっぽい感じの赤みがあるようなカラーです。これを最近私は目の位置を下げたいので、目頭切開っていう意味ってよりかはこの粘膜の下、ここまで目ですよっていう、なんかよく赤とかじゃなくて黒とかブラウンで描く人もいると思うんだけど、赤の方が粘膜と同じ色だからナチュラルで目の位置が下がって、で別に私は猫目にしたいわけ、猫目ってきつい顔にしたいわけじゃなく近くをしたいわけじゃないのでちょうどいいっていう、私はこちらのカラーを使ってます。この目の下ね、ここも粘膜ここまでですよみたいな感じで、ほんならば次がこちらのこの色使っていきます。ここからこうちょい延長する感じ、ちょっと分かりづらいね。これでさりげなく線引いとくじゃん、こうやってちょっと地雷ラインみたいな引いとくじゃん、こうやってこれをさっきの色でぼかすと、こんな感じ、わかる？ワンホンっぽくなってきたでしょ。続いて最後の仕上げですね、こちらアイムミミの004番のペンシル、これ赤み系です。これでちょっとこういう感じで赤みを足すと、でさっきのこれのこれで気持ち上から叩いてラメ感を消していきます。どんだけペンシル使うのって感じなんだけど、こちらキャップミニみたいな、さっき赤で引いた石灰のラインの下に引きます。そしたらもっとなおさら目の位置下がる、見える？その上からこれとこれ混ぜます。混ぜんの好きよね私。今ラ
ラインで引いたところに乗せると、これで風が吹いても取れない。で、続いて目頭にハイライト塗っていきます。セルブのこちらです。どう？最後仕上げにこのカラー塗っていきます。ということで、まつげをつけ終わりました。今日まつげ使ったのはダイヤモンドラッシュのこちらで 9mm をつけております。まつげのつけ方に関してはタバカまつげのメイク動画出してるので、そちらをご参照していただけたらなと思います。ということで、続きましてチークですかね。チークは無地毛マンションを使っていきます。無地毛マンションの02番ですね。で、米倉なんだっけ、合コンでいい人がいたんだけど、他の人からは連絡来たんだけど、自分がいいなって思った人からは来なかったんだよね。でも、そこで送ったらいいのか分かんなかったってこと？そうです、そうです。その他の人のことはちょっと返信とかもしてなかったんですけど、うん、その人に送っちゃっていいのかなみたいな、うん、感じで考えちゃって、数日経ったらもう冷めちゃったっていう。で、私がそこで言った一言は、女の子って基本的にさ、いや分かんだけど、気になってるけど自分から連絡したくないとか、なんかこれ連絡していいのかなとか、ダメなんじゃないかみたいな、なんかそういうのあるじゃん。ちょっと鼻にも塗ってきます。連絡したらダメかもみたいな思うってことでしょ。それは他の人に気を使ってってこと？あ、そうです、そうです。よくない？別にその人と一生添い遂げるわけじゃないんだからさ、他の人と。そんなのは別に考えなくていいし、なんか一つ一つの行動とか一つ一つの出来事にすごい意味を持ちすぎだなって私思ってて、別にそんな大して意味なんてないから、何も気にしなくていいと思う。だから本当に法を犯す以外は何も気にしなくていいと思うんだよね。アバウトに生きてるから、基本的に本能に従って、で、その本能に従って生きてきた結果、別に特に何も悪いこともなかったし、むしろいいことしかないから、なんかそんなに一つ一つに意味を持って、なんか繊細に生きてたら掴めるものも掴めなくなっちゃうよって思うから、どんどん行っちゃうっていう話。私はもう基本的にいいなっていう人がいたら自分からガンガン行くし、だって欲しいものなわけじゃん。自分が手に入れたいものは手に入れたいわけじゃん。向こうから来たことのそのステータスなんてどうでもいいわけじゃん。その人に連絡して、もし仮にいい感じになりました、その先の方がいいステータス多分いっぱい待ってるじゃん。からなんかどんどん行っちゃいなよっていうね。今チーク塗ったんですけど、ちょっとこちらも足していきたいので、これのこのピンク足していきます。今は一番若いんだから、今を一番楽しまなきゃ。よし、本場のワンホンは鼻にも顎にも、ね、ちゃんとしっかりめにピンク塗ってた。めんどくさいんだよね。いや、私質問されるのあんま好きじゃない。多分質問されるのっていうか、それってどういう意味とか言われる結構ね、私アバウトじゃん。なんでそんな意味なんて考えなきゃいけないんだろうみたいな。てか言われて、それってどういう意味って言われて、私も初めて意味考えるみたいな感じ。直感じゃん、だってそんな人間の。だから私結構直感型だし、決断下すの早いタイプだから、でしかもその後のこととか後悔したこともないの。でも結局さ、決断も何もかもさ、直感でやって、それを自分が決断した結果を答え、その答えを正解にするかしないかは自分次第なわけじゃんっていうお話で、こんな感じでちょっとチークを塗りました。ちょっと薄い、ちょっと今白身ピンク系とスモーキー系混ぜてるんだけど、気持ち、このテラの本当に、でも私ってアバウトな女だよね。もうちょっと繊細に生きてもいいと思うんだけど、感受性は豊かなんだよ。感受性は豊かなんだけど、細かいことを気にしないと。この動画出てる時には残すとこあと半月じゃん。やばいじゃん。どう2023年、はい、どうでした？瞬速でした。なんかセルブ使います。セルブのこれの使ってきます。瞬殺だった。今鼻に塗りまして、同じとこをこの頬に塗ります。さきさんはどうでした？基本的に私毎年去年を超える飛躍プラス去年を超える楽しさを楽しく過ごすっていうのが私の基本ルールなんですけど、その通り去年より飛躍いたしましたし、セルブもね無事ローンチできたし、ダーリッチも大きくさらに成長しましたし、そうですね、すごくいい1年でした。基本的に悪い1年の時ないから別にあれなんだけど、でも2023年は冷静に自分自身をしっかりちょっと見つめ直すというか、23歳終わりぐらいからラリッチを立ち上げて、会社を立ち上げて自分で生きていくっていう選択をしたんだけど、なんかその時からほんとついこの間2023年入るまで、あまりに
にも必死すぎて、食らいつくのに必死というか、新参者で入ってきてさ、まだインフルエンサーブランドとかっていうのもそもそも主流じゃなかったし、今って当たり前にそれが普通なんだけど、なんかそういうブランドもほぼほぼなくて、じゃあ普通の今までやってる大きなその企業とかブランドとかにそこに一緒に参入していけるかっつったら、多分本当に相当な努力ないと無理で、だからもう本当に一生懸命ガーって前に突き進んでやってきたから、後ろを振り返ってなかったというか、現状も振り返ってなかったし後ろも振り返ってなくて、もうただ前を突き進んでって感じだったから、止まることなかったんだよね。だから自分の残した形跡とか功績とかもあんまりちゃんと把握しないまま、気づいたら本当にこんな大きくなっちゃったみたいな感じだったから、なんか今年はしっかりと地に足をつけて進むだけでなく、踏みとどまって周りを見るっていうことを、これは副社長としてとか多分上に立つ人間としてっていう意味なんだけど、ちゃんと冷静に止まってみて、さらにパワーアップしていくためには何をしていかなきゃいけないかっていうことですごく考えた1年でありました。でプライベートでは、特に悩みはございません、常に幸せでございます。本当にこの間タチとも言ってたんだけど、マジでプライベートで悩むことってないよねみたいな、これが普通なのか当たり前なのかどっちかわからないけど、とりあえず私は本当にプライベートで悩むことがない。プライベートで病むとかプライベートで落ち込むとか、そういうの1ミリもなくない？なんかわかんないんだけど、でもみんな悩み多い人多くない？人の悩みは大小ありますからあれだと思うんですけど、まあ、そんな悩まなくていいわ、そんな大丈夫、どうにかなるから、もういつでもおいでって感じ誰かと喧嘩した、あもうさようなら、新しい人と出会えばいいし、誰かと失恋した、もう新しい人と出会えばいい、もうそれでいいのもって言ってる間にメイクがほぼほぼ完成したんですけれども、リップメイクに移っていきたいと思います。リップメイクの前に、お花さんはちょっとセレブのアンティークローズのピンクを使って、ちょっとこう赤くシェーディングの上をちょん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 ってやっていきます。ここ赤かったの、こうやってちょっとピンクで、ほんならばシェーディングをこれとこの茶色を使って混ぜて引いてきます。今まで普通のシェーディングを使ってたんだけど、ちょっと赤みを持たせたブラウン系でやった方がずっと唇のぷっくりが保たれる感じが、こういう感じで、ついでにちょっとここ、これは目を離していくっていう、やっぱこの眉間は太い方が幼く見えますから。じゃあリップ、こちらも BBIA ですね。もうゴンブルベみたいな色でも、これをそのままドバッとつけてしまうとだいぶバブリーになってしまいますので、注意しながら。ちょっと今唇乾燥しちゃって割れてるんだけど、内側にね基本つける。うん、美味しい。これ中心に塗りの、ちょっとずつ広げるのみたいな。うん、いい感じじゃない？こんな感じでどうでしたろ。次使うのがキーボードームリッププラス、リッププランパーみたいなやつ、シワがあるんでギランギランになったでしょ。もうこんな感じなのに、こうやって今みたいにほんと少しずつ少しずつなじませていくと割とナチュラルに、でそのままつけたら多分あんまりがっつり系で似合わない、老けちゃうしちょっと似合わないんだけど、こういうつけ方でブルベメイクを楽しんでおります。ほとんど完成なんだけど、もうちょっと涙袋足す？なんかこの辺にキラキラっても、どこどこ、ちょっとラメが足りないというご指摘入りましたので、おいどんさんからボンジョンヨとシピシピのコラボ、これ超かわいいよ。01万ピンクフィーバー、名前がかわいいじゃん、超絶。これラメつけるの苦手な人でも割と綺麗につく。一旦ですね、これを手に出して、こちらオクヒーっていう少女時代のテヨンさんとかのヘアメイクアップアーティストやってる方が作ったブラシで、08番っていう涙袋の用のやつで出てきます。これは本当に偏光ラメでピンクとオーロラといろいろな色が入っていて、すごくうるうるな、ブルベメイクとか青み系のピンクにはすごく合う色になってます。普通のピンク系とか赤みピンクに合わせてももちろん可愛いし、青みっぽいラメも入ってるから、こういうバレーメイクとかスモーキーメイクとかに足してあげると、そのままスモーキーメイクしちゃうとちょっとこうくすみすぎちゃうんだけど、こういうのを足してあげると目元がちょっと一気に華やかになるし、ナチュラル系のメイクする方もベースはなくナチュラルだけどラメだけこういうの使ったりとかするとすごくなんか華やかな雰囲気になる気がする。うちら来週韓国じゃない？そう、これもね韓国でねやりたかったお仕事というかやりたかったことが実現できるんだよね。こんな感じでどうでしょう、良さそうだよね。ということでメイクとヘアが完成しました。いかがでしょう
か、これが合ってるかどうかわからないんですけど、なんとなくワンホンちゃんたちの写真を見て髪の毛をリボンアレンジみたいな感じでしてみました。今回は使ってみたかったこの BBIA のこのリボンエディションのこれとこれの06番を使って今トレンドのバレーメイクをしてみました。結構意外とバレーメイクっていう名前だと甘めを想像するんだけど、割とちょっとクール系なガーリーみたいな感じで大人っぽいメイクに仕上がったと思います。最近私がまあ個人的にくすみ系とか青み系のピンクにハマっているっていうこともあるので、まあそういったメイクをするってところと、まあ、あとはこのラメの使い方とかすごく特別な日とかに真似していただけたらなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。